昭和の戦隊ものって面白いね。急にどうしたんだ？この前テレビでやっていてさ、他の惑星からやってきた宇宙人を倒すんだけど、宇宙人側にもキャラ設定や事情があって、本当に悪なのはどちらか？とか、とても興味深かったんだ。確かに、立場によって何が正義で、何が悪かは変わるよな。他の星にも本当に生命がいたら面白いよね。もし本当に宇宙に生命がいたら、どんな姿してるんだろう？宇宙は広いし、生命の形もきっと色々だろうな。でも、実は身近な星にも興味深い発見があるんだ。え？身近な星？火星には、生命がいたかもしれないって言われてるんだ。え？そうなの？しかも最近の探査でさらに面白いことが分かってきた。何それ、早く教えて。火星に生命がいたかもしれないって。火星で古代生命がついに見つかったかもしれない。本当に？もし火星に古代の生命が存在していたことが証明されたら、これはまさに世紀の大発見になるかもしれないんだ。可能性が見つかったってことだよね？何が見つかったの？火星って、今は乾燥した不毛の土地っていうイメージがあるけど。今の火星は確かに乾燥していて、生き物が住める環境じゃない。でも、昔は違ったかもしれないんだ。NASA の火星探査車、パーシビアランスが、ジェゼロクレーターっていう場所を探査していて、そこに興味深いものを見つけた。ジェゼロクレーター？それってどんな場所なの？ジェゼロクレーターは、大昔に湖だったかもしれない場所なんだ。つまり、かつてはそこに水があった可能性がある。火星に水があった可能性があるんだね。そして、パーシビアランスは、そのクレーターの中の、ネレトバ渓谷っていうところで、矢尻みたいな形をした不思議な岩石を見つけたんだ。矢尻みたいな形？どんな岩石だったの？この岩石は、ジェヤバフォールズって名付けられたんだが、その形が本当に矢尻みたいで、科学者たちの興味を引いたんだ。パーシビアランスはその岩石からサンプルを採取して詳しく調べた。それで何がわかったの？そのサンプルを分析した結果、ごくり、数十億年前に微生物が活動していたかもしれない痕跡が、なんと、三つも見つかった。え、三つも？それはすごい発見じゃない。その通りだ。聞いた時は目が血走ったよ。落ち着いて、とりあえずその見つけた三つを教えてよ。まず一つ目の痕跡は、有機化合物、だ。これは、生命が存在するために必要な化学反応を引き起こす物質で、微生物が活動していた証拠かもしれないんだ。有機化合物が見つかると、どうして生命がいたかもしれないって言われるの？有機化合物っていうのは、炭素をベースにした化合物で、生命の基本的な材料なんだ。例えば、アミノ酸とか DNA、脂肪とか、全部この有機化合物が元になってる。それだけで生命がいたって言えるの？確かに有機化合物があるだけでは、絶対に生命がいた、とは言えない。でも、地球の生命は全部有機化合物でできてるから。もし他の惑星でも同じものが見つかると、ここにも生命がいたかも？って考えるわけだ。生命以外の理由で有機化合物ができることもあるの？例えば、化学反応とか隕石の衝突なんかでも有機化合物ができることがある。でも、生命活動によって作られることが多いから、見つかったらまず、生命がいたかもって思うんだ。じゃあまず第一歩、有機化合物が見つかったのは、生命がいた可能性を示しているんだね。その通り。だから、有機化合物が見つかると、科学者たちはワクワクしながらさらに調べるんだ。私もワクワクしてきたよ。しかも、二つ目の痕跡がさらに興味深いんだ。そうなの？カルシウム硫酸塩っていう物質が見つかって、岩石の中に静脈のように入り込んでいるんだ。これは、かつてその岩石の中を水が流れていた証拠なんだよ。すごいね、近くに水もあったなんて。水が流れていたってことは、その周りに生命が存在する環境があった可能性がある。そして三つ目の痕跡が、鉄とリン酸塩なんだ。これがまた面白くて、象の毛皮みたいな斑点が岩石にできていて、その黒っぽい輪っかの中に、鉄とリン酸塩が含まれていたんだ。象の毛皮みたいな斑点、それも生命の痕跡なの？その可能性がある。この鉄とリン酸塩は、地球では微生物が化学反応を起こした時にできるものなんだ。だから、火星でも微生物がいたかもしれないって話になるんだ。それはかなり有力な証拠になるかもしれないんだね。こんなに証拠があるってことは、火星に生命がいたと証明できるの？残念ながら、まだ確実に生命がいたって証明できるわけではない。三つの痕跡は生命以外の要因によって残された可能性もあるから。これらの痕跡が本当に生命によるものかどうかを確かめるには、サンプルを地球に持ち帰って、もっと詳しく調べる必要があるんだ。ちゃんと調べないといけないよね。
じゃあ地球に持って帰って調べたらいいんだね。実は、それがなかなか難しいんだ。そうなの？今のところ、持って帰ってくる計画には巨額の費用がかかることが分かっていて、技術的にもいくつかの難題がある。火星からサンプルを回収して地球に運ぶためには、いろいろと複雑な手順が必要なんだ。どんな手順なの？まず、火星に回収機を送り込んで、その回収機がパーシビアランスからサンプルを受け取る。その後、サンプルを持ったアセンダーという上昇機が火星の軌道に打ち上げられて、さらにそこから地球に帰還する宇宙船がそれを回収して、ようやく地球に持ち帰るんだよ。なんだかすごく大変そうだね。でもその努力が報われれば、火星に生命がいた証拠が手に入るかもしれないんだよね。その通りだ。もしこれが成功すれば、科学界にとってはまさに革命的な発見になるだろう。今、NASA はもっと簡単にサンプルを地球に持ち帰る方法を探しているところなんだ。じゃあその方法が見つかれば、さらに早く火星の謎が解明されるかもしれないんだね。今後の進展が本当に楽しみだ。そもそも火星に水があったことも知らなかったよ。さっき言ってた湖って、本当に湖だったの？それについても興味深い研究があるから、次はその話をしていこうか。なんだっけ？さっきのジェ、なんとか。ジェゼロクレーターな。それそれ、それって本当に湖だったの？ジェゼロクレーターは間違いなく湖だった。火星に湖があったなんて。このクレーターは直径約50キロもあって、火星の赤道付近の、大シルチスっていう、暗褐色の領域に存在しているんだ。そんな大きなクレーターがあるんだね。ジェゼロクレーターはかねてから湖であると推測されていたんだが、パーシビアランスが、2021年2月から探査を続けてきて、そのデータのおかげで、ついに、確実に湖だったってことが確認されたんだ。それはすごいね、水があったところではなく、湖だったなんて。それで、湖があったってどうやってわかったの？ジェゼロクレーターには、三角巣みたいな地形が残っていて、これはかつて水が流れて堆積物が溜まった証拠だと言えるんだ。実際に、パーシビアランスがこのクレーターの底で、火星岩を発見して、その岩石を分析した結果、何度も水によって変質した痕跡が見つかった。水で変質した痕跡？それってどのくらい昔のことなの？だいたい30億から35億年前のことだと考えられてるんだ。その頃、火星には液体の水が豊富にあって、まるで地球みたいな環境だった。そんな昔に火星に水があったなんてすごいね。そんなに水があったなら生命がいた証拠にもなるの？そこが重要なんだ。実は、パーシビアランスが発見した岩石には、有機化合物も見つかっていて、これは生命の構成要素かもしれない。具体的には、紫外線ラマン分光計、シャーロックっていう装置で分析したところ、その存在を示す傾向が検出されたんだよ。有機化合物が見つかったってことは、さっき説明してくれた通り、生命がいたかもしれないってことだよね？その通り。ただし、まだ断定はできない。これもやはりもっと詳しい分析が必要で、そのために NASA と ESA が協力して、火星のサンプルを地球に持ち帰る。Mars サンプルリターンミッションを進めてるんだよ。じゃあ、これも火星のサンプルが地球に来るまで待たないといけないんだね。これも持って帰ってくるのは難しいの？ああ、結構難しいんだ。今のところ、そのサンプルは特殊な容器に収められて、大切に保管されているけど、地球に持ち帰るためにはいくつものステップが必要だ。これが成功すれば、火星に生命がいたかどうかを確認できるかもしれないから、科学者たちはすごく期待している。火星の生命の痕跡が見つかるかもしれないなんてワクワクするね。そうだろ？しかも、ジェゼロクレーターだけじゃなく、エリシウム平原にある、ゲールクレーターでも同じように有機物が見つかっているんだ。え、そうなんだ。つまり、火星のあちこちに生命誕生の材料があったかもしれないってことなんだよ。火星全体に生命がいた可能性があるなんて、すごい話だね。本当にそうだよ。火星にはまだまだ謎がたくさんあるから、これからもいろんな発見があるはずだ。また、ジェゼロクレーターには三角巣だけじゃなく、勢いよく流れ込んでいた急流の痕跡なんかも見つかっている。え、それって川みたいなものもあったってこと？その通り。詳しく知りたい。じゃあ次はジェゼロクレーターの急流の痕跡や、その時の火星について話していこうか。火星で急流の痕跡があったって？ああ、その通りだ。しかもそれだけじゃなく、雪や霜もあったかもしれない。ええ？もうわけがわからないよ。火星の話だよね？どういうこと？実は火星の水の痕跡に関する二つの重要な発見が、最近の探査で明らかになったんだ。まず一つ目は、中国の探査機、祝融号、によるものだ。祝融号？なんだかとってもおめでたい名前だね。
その探査機が何を見つけたの？地球号が見つけたのは、火星の砂丘が硬い表面層で覆われていることなんだ。この硬い表面層は、なんと40万年前に、霜、によってできたかもしれないって報告されてるんだよ。40万年前の霜だって？それってどういうこと？2023年4月28日付の、サイエンスアドバンスっていう学術誌に、この発見が発表されたんだ。地球号が砂丘の硬い表面層を発見したのは、2021年なんだけど、それをさらに詳しく調べた結果、霜が降りてできたものかもしれないってことが分かった。霜が砂丘を硬くしたってこと？ああ、その通りだ。火星で霜が降るなんて驚きだよ。そうだろ？しかもこの霜ができたのは、火星の傾きが変わった数十万年前のことらしいんだ。もしかしたら、その時に雪が降って、それが溶けて水と鉱物が混ざり合って、硬い表面層ができたのかもしれないって考えられてる。雪も降るなんて、火星も地球みたいな時期があったんだね。そうだな。数十万年前ってことは、その硬い層ができたのは比較的最近のことだね。その通りだ。火星で見つかった、その砂丘の硬い表面層ってどんなものなの？ここの砂丘には多角形の隆起が見られる。この隆起による亀裂は、砂丘が長い間収縮と膨張を繰り返してきたことを示しているんだ。それって、泥が乾いた時に入る亀裂みたいな感じ？まさにそんな感じだ。しかもこれは今でも砂丘が変化している証拠にもなる。今でも？ラデボーっていう研究者が言ってるんだが、この亀裂の特徴から、最近か、あるいは今も、砂丘地帯で湿潤と乾燥が起こっているってわかるんだ。探査機による気象観測では、なんと今でも霜が降りる可能性があるって示唆されてる。今でも霜が降りるなんて。じゃあその霜が液体の水になることってあるのかな？それがまだわかってないんだ。ブラウン大学の、ラルフ・ミリケンという惑星科学者によると、火星の塵には、空気中の水蒸気を吸収する鉱物が豊富に含まれていることがわかっている。だから水が液体になる前に、この塵に吸収されたり、放出されたりしているかもしれない。つまり、水になる前に空気中に水分が吸収されてしまって、水として存在したかどうかはわからないんだね。その通りだ。ただ、ラデボー氏は、隆起の亀裂が広がるためには、少しでも液体の水が必要だっただろうと考えている。大量じゃなくても何度も繰り返されれば十分だ。つまり、液体の水が少量だけでも存在していた可能性は高いんだ。この硬い砂丘は火星では珍しいの？ラデボー氏によると、これと似たような硬い表面層と多角形の隆起は、火星の他の場所でも見られるけど、砂丘で確認されたのは初めてなんだ。そうなんだ。ただ、ミリケン氏は地質学的に見て、比較的最近、火星の広範囲で同じような現象が起こっている可能性があると考えているんだ。火星の中緯度地方の崖には、氷でできた青みがかった層も見つかっているしな。そんな層もあるんだね。そしてこの硬い層が砂丘を固定している。砂丘を固定？どういうこと？実は、他の場所の砂丘は移動しているんだ。だが、地球号が調べた砂丘は、まるで時が止まったかのように動いていないんだ。これはこの硬い層が砂丘を固定しているからだと考えられている。また、ラデボー氏とミリケン氏によると、これらの砂丘は比較的若いんじゃないかと考えられてるんだ。硬い層が砂丘の移動を防いでいるんだね。この砂丘が形成されたのはいつ頃なの？地球号のチームは、周辺のクレーターを利用して、40万から150万年前に砂丘が形成されたと推定している。ただしこの年代測定には誤差があるから、もっと最近かもしれないし、そうじゃないかもしれないって懐疑的な声もあるんだ。それでも砂丘が比較的若いってことは確かなんだね。そうだな。もしもっと時間が経っていたら、風の侵食で硬い表面層が取り除かれて、砂丘は再び動き始めるだろうからな。それに、これらの地形はパーシビアランスやキュリオシティが調べた岩石よりも、若いって言われているんだ。そうなんだね。地球号は今どうなってるの？2021年5月に火星に着陸した地球号は、予定されていた休眠期間を終えた後も停止状態が続いているんだ。これは太陽光パネルに塵が蓄積したせいだと考えられている。今も休眠中なんだね。でも、とっても偉大な発見をしたんだね。そうだな。そして、もう一つの発見は、NASA の探査車、パーシビアランスによるものだ。この探査車が火星のジェゼロクレーターで、勢いよく流れ込んでいた急流の痕跡を見つけたんだ。急流の痕跡？それってどうやってわかったの？ジェゼロクレーターの中で、砂すと見られる岩盤が発見されたんだ。その岩盤の高さから推測すると、場所によっては深さ20メートルを超える急流があった可能性がある。もしこれが本当に川だったなら、火星で見つかった中で、
最も深くて速い流れだったかもしれないって、NASA が発表しているんだ。火星にそんな大きな川があったかもしれないなんて、驚きだね。その川が流れていたのは、いつ頃のことなの？それは太古の火星の話だろうな。ジェゼロクレーターは、かつて湖だったと考えられている場所だから。そこに流れ込む川があった可能性もあるんだ。今回の発見で、科学者たちは火星の水のあり方について再考を迫られている。川があって、湖があって、雪が降って霜も降りて。火星も地球みたいな時期があったんだね。まだ推測の部分もあるが、こんなに近い星にそんな環境があった可能性があるって考えただけでも、ワクワクするよな。それにしても、火星の表面を探査すると次々と新しい発見があるんだね。そうだな。アメリカのブリガムヤング大学の研究者、ジャニラ・デボー氏も、探査機を送り込むたびに新しい発見があるって言っているくらいだからな。実際、これらの発見が火星だけでなく、他の惑星の表面を調べることの重要性を示しているんだ。火星って本当に興味深い場所だね。これからもどんな発見があるか楽しみだよ。実は火星に生命が存在した可能性について、隕石の影響も考えられている。隕石？隕石って生命が住めなくなるイメージがあるけど。隕石にはそういった側面もあるが、生命誕生にも非常に重要な役割を持っていることがあるんだ。しかもこれは地球に落ちた、火星からの隕石によって判明した。何それ、詳しく知りたい。火星からの隕石が地球に届いたって？研究者たちがその隕石を詳しく調べた結果、火星に生命が生存できる環境が整った時期を推測できるようになったんだ。隕石からそんなことがわかるんだね。どうして隕石がそんなに重要なの？火星から地球に落下した隕石が、火星の過去の環境を知るための貴重な手がかりを提供してくれるからなんだ。特に、ブラックビューティーと呼ばれる黒い隕石は、今回の研究で重要な役割を果たした隕石だ。ブラックビューティー？なんだかかっこいい名前だね。それはどんな隕石なの？ブラックビューティーは、2011年にサハラ砂漠で見つかった火星から来た隕石なんだ。重さは 320g 程度で、正式には、ノースウェストアフリカ7034、NWA7034 って名前がついているけど、黒い外観が特徴的な隕石で、ニックネームがブラックビューティーになったんだ。ニックネームなんてつくんだね。それでその隕石から何がわかったの？カーティン大学の研究チームが、その隕石に含まれる、ジルコンっていう鉱物を詳しく分析した。その結果、44億5000万年前に火星に巨大な隕石が衝突した痕跡が発見されたんだ。44億5000万年前って、すごく昔だね。火星にどんな影響を与えたの？隕石の衝突によって、火星の環境が大きく変わったんだ。かつて地球上の恐竜を絶滅させたような、凄まじい隕石の衝突を示すダメージの痕跡だった。そんなに大きな隕石の衝突があったんだ。隕石の爆撃が終わるまでには時間がかかったけど、その後でようやく生命が生存できる条件が整ったと考えられる。それが37億から39億年前のことだと推測されているんだ。これは従来考えられていた時期よりももっと後で、もしこの説が正しい場合、火星の地表に液体の水が存在していた時期とも一致しているんだ。つまり、火星で生命が生きられる環境になった時期と、水が存在した時期が一致しているってこと？その通りさ。じゃあ火星に生命が存在していた可能性が、とっても高まったと考えられるんだね。実際ブラックビューティーには、他の火星由来の隕石の10倍もの水の分子が含まれていることもわかっているんだよ。それはすごいね。生命が誕生するための重要な条件が揃っていたんだね。そうだな。水は生命の基本だから、37億から39億年前の火星で、生命が誕生する可能性が高まったって考えられているんだ。火星にもそんな時期があったんだね。でも、隕石の衝突って生命にとっては危険なことなんじゃないの？確かにそうだ。隕石の衝突は破壊的な力を持っている。だけど、その一方で、隕石がもたらした水や有機化合物が、生命の誕生に必要な材料を提供してくれたんだ。じゃあ、隕石の衝突がなければ、生命の誕生に必要なものが揃わなかったかもしれないんだね。だから、火星での隕石の衝突の時期や規模を調べることは、火星の生命の歴史を理解するためにとても重要なんだ。隕石の衝突と生命の誕生にはそんな深い関係があるんだね。そして今、火星では NASA の探査機、パーシビアランスが、さらに詳しい調査を進めている。これからもっと多くの秘密が明らかになるかもしれないな。早くいろいろなことがわかるといいね。火星に生命がいたのがわかるのが待ち遠しいよ。ああ、そうだな。ちなみに古代の火星には微生物が大量にいたと考えられているんだ。そうなの？
詳しく教えてよ。火星に微生物がいたかもしれないって？古代の火星にはたくさんの微生物が生息していたかもしれない。しかもたくさん。約40億年前の火星には、水素を食べてメタンを生成する微生物が地下で繁殖していた可能性が高いんだ。でも、その微生物たちが火星の気候を大きく変化させてしまったと考えられている。え、どういうこと？微生物が気候を変えちゃったの？そうなんだ。その微生物たちが活動することで、火星の大気が変化してしまったんだ。その結果、氷河期が訪れて、彼ら自身が生存できなくなってしまったんだ。自分たちで自滅しちゃったってこと？なんだか悲しい話だね。この研究結果は、フランスのソルボンヌ大学の研究者、ボリス・ソートレイ氏たちによって提唱されているんだ。彼らの研究によると、微生物は時には自滅してしまう可能性がある。具体的にはどんなことが起きてしまったの？研究者たちは、初期の火星が地球と似たような状況だったと考えているんだ。今から約40億年ほど前のことだが、この頃の火星は水が豊富で、現在より生命が住みやすい環境だったと言われている。今まで説明してきてくれた時期のことだよね。そしてこの頃、宇宙船の届かない地中に、微生物がいたと考えられている。地下に住んでいた微生物たちは、水素を食べてメタンを作り出していたんだが、それが大気に影響を与えてしまい、氷河期が訪れてしまったと考えられる。え、どうして氷河期が起きちゃったの？水素は温室効果ガスとして働いて、火星を温暖に保っていたんだ。だけど、その水素が微生物に食べられて失われると、火星の薄い大気は温暖さを維持できなくなってしまった。その結果、気温が急激に下がって、氷河期に突入してしまったんだ。この時の気温はマイナス200度近くまで下がったと考えられている。そんなに寒いの？火星の微生物たちはどうなっちゃったの？地表近くにいた微生物たちは、寒さに耐えられなくなって、もっと深いところに潜っていったかもしれないんだ。でも、すべてが生き残れたわけじゃなく、多くは消滅してしまったんだ。でもそれって他の惑星でも起きる可能性があるよね？ああ、その通りだ。地球ではそんなことが起きなかったのはどうしてなの？それは地球の大気が主に窒素で構成されていたからなんだ。窒素が主成分だと、微生物の活動が温暖な環境を維持するのを助けることができたんだ。そのおかげで、地球は生命に満ち溢れた星になったんだよ。地球と火星では大気の成分が異なる分、微生物の影響が全然違ったんだね。そうだな。ただこれには反論もあって、セティ研究所のカベイ・パフラバン氏は、第三者の立場から、生まれたばかりの火星は温暖な海が広がる湿った環境だったと説明しているんだ。今回の研究は、火星の大気が二酸化炭素で占められていた時代を前提としたものだから、当てはまらないのではないかと言っている。まだまだ時期や環境も不明瞭なことが多いもんね。その通り。だから、科学者たちは、今まで説明してきたような、イシディス平原北西の、ジェゼロクレーターの研究や、また調査されていない、ヘラス平原などの、さらなる研究に期待を寄せている。これらの研究が進めば、火星の生命について、確信に迫ることができるんだ。いろいろなことがさらに分かってくるのが待ち遠しいね。ああ、生命の発見は多くの学者にとっての夢だからな。私も楽しみだ。火星ってやっぱりロマンがあるね。もしかしたら、火星に昔住んでた火星人が今どこかで見てたりして？かもな。火星人が地球のインターネットにアクセスして、YouTube を見てるかもしれないぞ。おい、地球人が俺たちのこと話してるぞって。そうかもね。もしかしたら、火星から、いいねとか、コメントが来るかもしれないね。そしたら、火星で人気の動画って宣伝できるな。それは夢が広がるね。いつか火星からの生配信とかやっちゃって。じゃあ、手始めに次回は火星人向けの動画でも作ってみる？いい考えだ、まずは火星語を勉強しないとな。